皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年2月の20日火曜日でございます。気温は17度。17度は高いですよね。いや、ちょっとそれは驚きました。でもすっごい暖かいっていう感じはなく、まあちょうど良いスタジオの気温のような気がいたしますね。ということは各地で気温差がいろいろあるのでございましょうか。ですからお出かけの際にはご自身のお住まいになっていらっしゃる地域の気温、これには気をつけてくださいね。まだまだ寒いところ多いと思いますので、風邪ひいちゃったら大変ですからね。何せコロナも流行ってるし、インフルエンザも流行ってるし、季節風邪も流行ってる、そんなことを耳にしました。ですからそういうものが流行っている今のこの最近ですので、マスクの着用はした方がいいかもしれませんね。するに越したことはございませんよ。そして、やっぱり手の消毒とか、まめに、手洗いとか、そうですね、うがい手洗い、まめにがいいかと思いますね。そういうことを言わせていただきたいと思いました。まあ余計なお世話かもしれませんが、とのことでして、17度ということですから、これからますます暖かくなるのですかね。なんだか早いな、やっぱり。毎日僕言ってますけれども、本当に春の訪れがもうちょっと悲しくて仕方ないんです。ですからまだまだ春よ来ないでとは言いたいのですが、もう春なんでございます。河津桜も散り始めていたりするのでございます。早いですね。もうなんか熊から聞きましたけれども、河津桜ちょっと散りかけてるよみたいなことを、満開のその写真とか見せてもらったんですよ。そしたら綺麗だなって思いましたけれども、実際僕の目で見るっていうことまではする気にはなりませんでしたけれどもね。そういうことでございますから、景色は写真で十分でございます。外国にも行かなくても写真があればそれで外国気分でございます。そしてこの日本っていう国はいろんな食べ物ありますからね。ですからわざわざ現地に行って食べなくても十分いろんな国の食べ物が食べられると思います。ですからいろんなところへの観光気分にもなれると思います。そして宅配もすっごい便利になってますから、もうわざわざそういうレストランとかに行かなくてもいいと思います。ですから自宅で旅行気分ができると思います。自宅最高！自宅ウィーン！そう言わせていただきますよ。もう自宅が最高ですよ。あとわざわざ出かける必要性ございませんもん。ウイルスも怖いですし。ですよね。すいません、泣いちゃいまして。急に泣いちゃいましてすみません。そういう時もあると思います。急に泣きたくなるときも、僕も急に泣きたくなるときはありますよ。そういうことを言わせていただきました。とのことでして、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。でもまだなんか足りない気がするな。なんとなく足りない気がするな。でもいいですか？じゃあ行きましょう。まずは昨日もやっぱり YouTube へのコメントをいただけましたからありりゅうさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。もうちょっとびっくりしました。はい、僕はもう本当にびっくりしました。てっきり伝わってると思ってましたからね。そうなんですよ。そういうことを言わせていただきたいとは思います。はい、伝わってると思いましたっていうことを、はい、どういうことかというのは、やっぱり YouTube のコメント欄をご覧になるとお分かりになるかも分かりません。ただやっぱり秘密のやり取りみたいなところがありますからね。ですのでちょっと謎は深いとは思います。謎は深いと、そういうことでございまして、そうなんです、そうなんです。僕はなんとなくお話ししているように皆様感じられるかもしれませんよ。僕は適当なこと言っていて、なんだか情けないことも言ったりして、もう本当にダメな僕だなみたいに思われるかもしれませんよ。そういうように思われるかもしれませんが、実は本当は思い描いていることをある特定の方に伝えたいがために、わざとそういう風に言うことがあるのでございます。それお分かりになっていらっしゃいます？そうなんですよ。もう特定の方のみに分かることだけを、はい、お伝えしている場合があるのでございます。ですから、あれ、何どういうことみたいな、そういうことの場合はもしかすると、はい、特定の方に僕は伝えている、そういう可能性もあるのでございますよ。そうなんです、そうなんです。先日もそうでした。僕はずーっと、はい、ある思いを気持ちの中に思い描いていて、そして喋っていたのでございますよ。はい、ですからそれを汲み取っていただけると幸いです。その向けて僕がその方に向けて発したことを受け止めていただけますと幸いです。そうなんですよね。いつもはい、まあいつもじゃございませんけれどもね。そうなんです。たまにそういうことがございます。例えばそうですね、僕は毎日スロースクワットをしてます。そのスロースクワットが続く限り、僕の心の中で、はい、灯した炎は消えないと思います。そうは思いますよ。はい、そうは思います。そういうことでございまして、今もスロースクワット続いてますからねー。そういうことを強く強く言わせていただきたいとは思いました。そういうことでございまして、僕は本当にそうなんですよ。ただぼんやりとしているばかりじゃございませんからね。9割がぼんやりしてますけれども、でも残りの1割ですっごく心に思い描いていたことを喋っているっていうことだけはお忘れなきようお願いいたします。それが皆様に伝わりますことを僕は願っておりますよ。はい、そういうことでございまして、本日も若干その心に留めた方にお伝えしてみました。そういうことでございまして、改めましてはりりゅんさん、YouTube へのコメントありがとうございます。とのことでして、YouTube へのコメントでございました。皆様もお気軽にくださいね。YouTube へのコメント。もしくは、やっぱり最近お便りが本当にないと思います。ですから、お便りコーナーへ GO! でございますよ。はい。まずは、この、jamkomori.com には、僕のホームページでございますから、そこに行っていただいて、そこのお便りコーナーより、はい、お便りをくださいますと、僕がこの放送で読み上げさせていただきます。そういう風なシステムでございますから、どうかお気軽によろしくお願いいたします。とのことでございまして、はい、次のコーナーに行きましょうか。そろそろ次のコーナーに。じゃあ行きますかね。行きましょうか。いいですか？いいですかね。じゃあ行きますよ。僕の昨日の夕飯はわかめラーメンのマシマシわかめでございます。それというのもこちらででーん、もうすっごいマシマシにわかめ、もうたっぷりにしました。多分通常量の3倍4倍くらいかもしれません。それぐらいマシマシにしました。はい。そして、なんか気になる物体があるねって思われます？これはご存じない方がいらっしゃるかもしれませんので、一応ご説明しますが、僕はすごい猫舌なんです。ですから、カップ麺には必ずと言っていいほど、まあほぼ氷を入れます。はい。氷を入れて、冷ましてから食べるようにしている。そういう食べ方をしているのでございます。熱々は食べにくいですよ、カップ麺。だって舌がもう溶けるかと思いますもん。熱くてもう舌ベロの皮が、あと口の中の内側の皮が、めくれるかと思いますもん。それぐらい熱いですよ、カップ麺って。ですから僕は熱々が苦手なので氷を入れているということでございました。まあそれは僕の中では普通なんですけれどもね。今回特筆すべきっていうのはまたちょっと違う使い方ですかね。書いてませんもんね。ですから今回ご注目いただきたい点はそのマシマシのわかめでございます。マシマシわかめ、もうすごいボリュームで僕はとっても大満足でございました。もう普通に美味しいですよ。はい。しかもちょっとスープの味わいが2倍になってたんですよ。スープの味わいが2倍、スープを2杯分使っていたのでございます。2杯分。なぜかと申しますと、前々日に食べたおしるこラーメン、あるじゃございませんか。おしるこラーメンは実のところそのわかめラーメンからわかめとスープを抜いておしるこラーメンにしたものでございましたから、そのスープとわかめが余っていたんですよね。それを使って本日のそのマシマシわかめになった次第でございます。プラスさらにわかめを入れたんでございます。2倍以上になっていたのでございます。ですので超絶もりもりわかめラーメンっていうところでございますね。もう本当に僕このわかめの癖のない味わいが好きなのでございますよ。それに加えて歯ごたえ、歯ごたえがいいなって思います。そして多分これは味わいに癖がないのは癖を取ってくださっていらっしゃるんですよね。本来ならもっとわかめの磯のなんか香りがするんですよね。きっとそうだと思います。でも僕は磯の香りがするよりも無味な方がお好みということを言わせていただきたいとは思いました。そうなんですよ。磯の香りがちょっと苦手でしてね。すみません。磯の香りが苦手で。ですから、お魚とか貝とか、そういうものもやっぱりとっても苦手なのでございます。なかなかやっぱりそうですね。なんでしょうね。なんで皆様、磯の香りが美味しく感じるのでございますか？あれ、ちょっと臭みございません？さあ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 。僕にはそんな感じがしますね。ですからちょっと臭みが苦手なことがありますが、磯の香りっていうのは美味しいよっていうことございましたならば、その美味しさのポイント、それを僕に訴えてみてくださいませ。皆様の訴えをお待ちしております。磯の味最高だぜのメッセージお待ちしております。じゃないとじゃなければ、はい、もしもお便りがないのでしたならば、ああやっぱり磯の香りは皆さん苦手なんだな、僕と同じなんだなっていうことを感じるばかりでございますからね。はい、大半の方が僕と同じタイプというようなことを感じるばかりでございます。はい、ですからなんていうんですか、半磯だと僕になっちゃいますよね。半磯の方は本当にお便りがないとそう思っちゃいますよ。とのことでございまして、美味しく食べることのできた超絶もりもりわかめラーメンでございました。わかめラーメンは最高、本当に低カロリーでボリューム満点でございます。はい、本当にそうなのでございますよ。はい、そういうことでございまして、美味しく食べることのできたお夕飯でございました。じゃあ行きましょうか。そろそろお一言を頼りにじゃあ行きますよ。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、いきなり間違えてごめんなさいね。もうリアクション間違えるっていうことちょっと最近多めですから。そうですね、リアクション間違い多いですね。まあでも仕方ないですよ。そういう風になっちゃう時があります。そういう風になっちゃう時が、そこはご了承いただけますと幸いです。そしてサンピアさん、やっぱり本日もサンピアさんでございました。他の方はどうされちゃってます？どうされちゃって、どなたかさん、ほにゃほにゃさん、ほにゃほにゃさん、まあ匿名にはさせていただきましたけれども、やっぱりお一言お便りと言ったらもう一方いらっしゃると思いますよ。はい、そういうように思いまして、お一言お便りがないのはちょっと問題だな。これは本当に、はい、あともう数ヶ月したらもう裁判沙汰ですよ。もうこちとら、もうその姿勢を崩しませんよ、僕としては。もうそうしましたならば、もう調停で合ってます？調停で。もうちょっとわからないので、このお話やめましょうね。はい、やめたいと思います。じゃあ拝見しますね。サンピアさんのお一言。じゃあ調停じゃなくて法廷ですよ。なんかおかしいなと思いましたよ。法廷だ、法廷。法廷の間違いですよ。調停ってなんかすっごい偉い人の敷地ですよね。もうそんな感じじゃありませんでした？もうよくわからなくなってますので、とにかく見ちゃいたいと思います。じゃん、これはそういうドラマがありそうだなみたいなのがありますね。そういうドラマがありそうだっていうのが、はい、まあ何かと申しますと、偽りのもう偽りの相思相愛といったところでございます。はい、相思相愛を偽ってるっていうところでございます。ここ最近に出ていますお一言をご覧になっていらっしゃる方でしたならば、偽りっていう時点で、ああ、あの言葉がつくねってお分かりになられますよね。ねえ、そうですよね。そう思いますよ。ここ最近立て続けにその偽装や偽り、これに関するちょっとしたお一言が出てますもんね。そういうことでございまして、まず冒頭はやっぱりマスクを日本語に変えてください。マスクを日本語にして、そしてあとは愛を英語にしてください。愛を英語にして2回続けてください。愛を2回続けて、そしてこれが難しいですよね。これはなんでしょうね。これは2人っていう意味じゃございませんよね。2人、他にどういう風な表現がありますかね。そうだな、あとは組み合わせかもしれません。意味合い的には組み合わせ、そういうことでございますよ。つまりマスク、愛、組み合わせでございます。どうでございます。本来ならばマスクがつかなければもう相思相愛のお二人っていうような感じなんですけれども、今回の場合はマスクがつくので偽りのっていう意味になるかと思いますね。ですからよくそういうドラマとかあるじゃないですか。つい最近もありませんでした？なんかテレビの前ではすっごい相思相愛だけど、テレビが回ってない時は本当は仲が悪いみたいな感じで、でも一緒に暮らすうちに仲良くなっていくみたいな感じなのが定番ですよね。そういうのがあるあるですよね。でもそういうあるあるを楽しむっていうのがやっぱりなんていうんですか、恋愛ドラマのその楽しみ方じゃございませんでしょうか。そうは思いますよ。なんかそうですよね。ハッピーエンドがいいですよね、恋愛ドラマの場合。そんな感じがいたします。僕はですよ、わざわざなんかすごいドロドロして、そしてドロドロしたまま終わっていくみたいなすっきりしないのを見たいなとは思わない感じがします。僕の中ではですよ。僕の中ではそんな感じがします。なんか疲れちゃいますからね、見てると。さっぱりしてる方がいいなみたいな感じです。僕はですけれどもね、あくまでも僕は。そういうことでございまして、どうでございましょうか。お分かりになられました？だといいなと思います。だといいなとのことでして、じゃあ行きましょうか。本日のお一言、では行きますよ。よろしいです？じゃあ行きますよ。3、2、1っていうような掛け声でやると、なんだかよくわからなくなっちゃいました。どういうパターンでお一言コーナーに行っていたか、ちょっと忘れちゃいましたので、いつものパターンに戻ります。いつものパターンに。いきますよ。それじゃあ行かせていただきます。ではでは、サンピアさんよりの一言、どうぞ。仮面ラブラブカップル。